北高部特偶北高水道頭文化園区。北高鎮は台湾ウリン県の鎮。1694年に台湾のマソ病の総本山といわれる北高朝天宮が建立されて以来門前町として栄えてきた。日本統治時代、日光になぞらえて台湾の日光と呼ばれることがあった。北高鎮はウリン県の南西に位置し、東南は 北高景を隔てて、かよし県新仰郷及び六百号と、北西は水林号及び元長里と接している。北高鎮は旧称を竹の甲と称した。1683年より、福建宴会からの移民が入植し、また交換を設けて、租税を徴収するようになった。1731年には、 タケノコをチンススムを設置し、立する船舶の管理を行っていた。県立初年には、利金局が設置されると、この地域には、外区が設置されるようになった。1893年に、大中圏北港弁務が設置されるなど、信頼を通じて繁栄した地域となっていた。日本統治時代は、 幾度かの行政改革が加えられた結果、台南州北港軍北港外となったが、戦後の1946年1月19日に廃止され、代わって台南県北港区北港鎮が設置された。1950年10月の地方行政区改革に、ともない区が廃止され、北港鎮と改められ、ウリン県に帰属するようになり、現在に至っている。客運北港バスターミナル。 北高義民病、ありがとうございます。